はい、皆さんこんにちは。ナウヒロキガリです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで、はい、グリバンが、12日の、はい、まあ、12時までね、これ来てるんで、はい、20連だけ僕ちょっとしようかなと思います。はい、ザドケル狙いですね。ザドケル。あとは、まあ、アポロ X 重ねられたらいいかなっていうのは思います。なんでアルミスいるんですかね。アルミス、一応、あ、重心からから。あれか。アルミスいるね。アポロ X いないですもんね。ここにはいない。確かに。いや、ザドケルなんだかんだ欲しい。はい、なんだかんだ、ね。まあ、もっとそうはないですもんね。うん、使えるとこ超多いしね。でもね、あと、なんかあれが強かったですよね。あそう、高すぎ。下がすぎ。今更だけど。普通にあと、でもこの後ね、光の限定も来そうだから、そっちでもね。いや、俺そっち引きます。そう、そっち行きたいから、ちょっとこれ20連だけ、あれして。なんて言ったっけ、スターライトミラー。スターライトミラー。まあ、ただ、ザドケルもちょっと、はい、まあ、こんな感じで、ちょっと今後追っていこうかなと。そうですね。僕もなんか、引けるときにちょっと、そこに、その時あったオーブだけ。うん、ハマったらガッツリ行きたいですよね。行きたい、うん、今回でも属性ガチャじゃないですか。これも属性ガチャって感じ。マジ早い。いやでもね、僕今回4連できるので4連します。いや、その時にイラスト結構好きなんだよね、自分は。あ、そう、好きでしたっけ。メガネのかけてる子。あ、メガネっ子好きですもんね。これメガネっ子が好きじゃないからか。多分外したら可愛いっぽいですよね。外したらないの。そう。え、ともえ五千、推薦ともえ五千。え、これなんで。え、大丈夫ですか。前も面形面形やったじゃん。大体同じ言っちゃったよ、しかも。しかも、ごめんなさい、ごめんなさい。確かにここだったよ。なにこれ。トモエ五千だよね、こいつ。トモエ五千って言われるね。いやー、トモエ五千すごい勢いなんだね。推薦。なんでトモエみたいなんですか。え、これなんかあるの、本当に。本当ね、あとこいつのアノールド。アノールド。アノールド3枚抜き。じゃあ、3ペアと3カード、どっちがでかいんでしたっけ。3ペア。3… いや、ちょっと待って。いやー。3ペアってないのか、基本出ないのか。5枚しか引かないっけ。6枚だっけ。はいはい、詳細に変えます。はいはい。で、私スターライトミラージュに合わせてこのかけらをちょっと調整しておきたい、ね、しておきたいね。まあ、でもどっちにしろたまるんだと思うけどね。次スターライトミラージュ来たら、だから今回4連ってシングルであるからね、出るので。僕の属性源はいつもシングルで出してるんですよ、結局。はい、なんで、このシングルで、ゾドキルが、ポンと。本体って本当美味しいよね。マジでゾドキルかと思いました。なんか、なんかわかる。なんかあれ、あ、シングルでリモン出るとなんか、なんか嬉しい。嬉しいね。大抵嬉しいですけどね。なんかリモンか。マジか。たまんなかったんだけど。確かに。流れ、やばくない。ちょっと待って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 、2人が完成させるもんじゃないからね、あのペアガチャは。別にまたたまんなかったね。え、2人で今22連して推薦2体、ともえこさん2体出てるでしょ。すいません、バカじゃねえの。え、おしご率クソ高いよ。たまんないんだか。いい、やば。うそ、やってたのかな。なんないでしょ。だったら限定ねえでしょ。なんで関係させたんですこれ。ゴンさん、お前絶対不足性じゃないだろ。なんでも。ほんとに。こいつは外れ感いいや。ちょうどアーノルド出る気がする、この流れ。え、すごい。え、すごいっすか。すごいね。なんで推薦出たの。推薦出やすいのか。はいはいはい、まあ、いつも通り。でも4連してさ、推薦とリボンってたらもう大勝利じゃないですか。大勝利。はい。はい。というわけで、推薦2体。トモエコゼ2体。リボン2体。リボン1体。24連で、推薦2体。トモエコゼ2体。
けばいい。いつも通りみたいな。だってさ、5対3種でしょ。やばいだろ。5対3種ってなんだよ。みたいで。みたいで。グリファンはね。やばいでしょ、これ別に。ねえ、面白さいらないんですよね。純粋にザ・ド・ケール、ね。純粋にザ・ド・ケールが、まあね、出ればいいかなっていう感じで聞いてはいたんですけど、まあ、こんな感じでグリファン来たらね、まあ、ちょっとザ・ド・ケール、ちょいちょい狙っていきたいなと思ってますんで、まあ今回、出たよとか、出なかったよとかあれば、ぜひね。書いていただけると思います。あと、やっぱり、2体ずつ安いみたいですよみたいなのあれば、情報ください。はい。いや、すごいよ、これ。まあ、でも、本当に、いや、本当、双子ガチャ出すぎでしょみたいな人はね、ちゃんとよくお願いします。Twitter もやってますしね、ゲームで SNS もやってます、サブチャンネルもやってますので、登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回も、ゲーム大ラジオ1からお送りしました、ナウピロケールでした。失礼でした。お願いします。ありがとうございました。直しろの流れ低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。